明日9割1度低く、マジ私も東京にいるからな、神奈川じゃないんだよな。あーあー D 西東京太郎ハートマジ、よいよ成人ピンプルプルゴキザリー、金融家人ハセピー、ミパパエイナベちゃん、ホリリジョータロー D コタロー、明日八王子39、やばー、八王子に在住の皆さん、あの体調管理はしっかりと、高級うどん屋さん、スータン、カンタム、サバババエイン、ポリリ、クマ、ニンジャレバンバン、ノビー、こんばんは。なんか島の今日ね、電車乗ってたんですよ。電車乗って座ってたの、座ってたんですけど、なんか関節がちょっと痛いなと思って、今日東京に行く道の電車なんですけど、あれってちょっとなんかこれは何かが今日足りてないぞ、足りてない、何かが足りてないって思って、ね、多分水分か、でもさ今日ツイートした通りメガサイズのカフェラテ飲んでます、で水筒500飲んでます、でまあそんな感じ、結構飲んでたんですよ飲み物はね。だからうーん水分かな、え、なんだろう、とりあえずポカリ買おうと思って、買ったら買った瞬間にちっちゃいのにしたかったんだけどなくて500円になっちゃって、うわ500ってそんな飲むかな CM なと思ってパッて飲んだらもう3分の2ぐらい一気に飲んじゃったのよ。だからあ私これめちゃくちゃ今水分不足してたんだと思って、あこれ脱水起こしかけだったんじゃないって思ったんで、なんか本当になんかみんな水分意識して取った方がいい、水分っていうか塩分と糖分、私は多分糖分が足りなかったと思うんだけど、塩分は取ったの、お昼ご飯食べてたから一回外行ってお昼ご飯食べに家帰って、でも一回あの外行ってって感じだったんで、一回ご飯食べに帰ってたから、だからまあ塩分は取ってたんだけど白ご飯食べなかったの今日、だから糖質が全然多分取れてなくて、そうだい、あれと思って、そんな結構水分不足してたんやと思って、うん、いいじゃん、こんばんはこんばんは、どこまでんだ、A 作 D 平塚、めっちゃ暑い平塚やばい、なんかでもあの土日ね七夕やってたじゃないですか、でそれも終わったからなんかやっぱ街並み落ち着いてて、あの人は少ないからその分はちょっとうんいいかな、そう最寄り駅かなんだけど、最寄り駅で1時の電車に乗った、1時に家を出る電車に乗ったんですよ確か、したら暑すぎて駅の周り結構人いるんですよいつも、なんかそのおじいちゃんおばあちゃんとかさ、あとなんかちょっと幼稚園帰ってくる子供たちとかさお母さんとかさ、なんか本当にちょっと人がいるんですよ結構わーちゃわーちゃとね、全然人いなくて、これマジで今日本当に暑かった、みんなもう家帰ってたもん、うん、いけなり、あーあーミサイル、ハバカルボリリ、チャネル、カンタム、ダッシュ、トム、リンタロ、ヨッちゃん、ビタミン D だったのかな、なんだろう、でもなんか栄養剤も飲んでて今日なんかね、なんか体調怖いなって思ってたんだけど、意識してても意識して飲み物も飲んでてもこれだったんで、皆さんほんと気をつけてください、ティグプルプルドラドラッキーポリリポカリスエット、そのおしまのね、そうポカリスエット派かな、うん、アクエリも好きなんだけどね、なんかポカリ飲んじゃう、なんでだろうねそう、かつみオンパありがとう、しんちゃんふうか遊びに行こうと思って家出たけど暑すぎて帰る、いやでも懸命な判断、なんかほんと危険だったと思う今日、喉渇いたと思う前に飲む、ほんとチャックさん、コン、あわあわありがとう、ありがとうございます、ポリリカズヤマミトスマイルド SS 西東京太郎クロエ、近所のおじいちゃん上半身裸で水まいした、でもさマジでさこの時期に水まきとかほんとしないでほしくてさ、めちゃくちゃ暑くなるじゃん、そうなんか渋谷とかさあのセンター街歩いてたらさめちゃくちゃ水まいててさ、でなんかかよくかからなかったなって感じだったけど、怖怖でしたよ、うん、とてもきれい、タイでは特に外国人観光客の多い観光地では、そのことを若干懸念があります、非常に危険だ、確かにね、みんな気をつけてください、で昨日の熱中症による緊急搬送は全国で160人ぐらいだったらしいんで、今日もっと多いと思う多分、うん、総理今夜お休み寝るん、マミタスユースケ
け。ガンタムリこんばんは。うん、皆さん本当に体調には気をつけて、いてください。ゆうたゆき、なぜかそのおじいちゃんペットの犬にも服着させて、お前が嫌いやって思った。ペットの犬の服はいらないかもね、この時期。あきし、さかしらさんこんばんは。のみこんばんは。なんかでも小型犬で体温調節ができない子がいるらしくて、あえて着せてるみたいなの珍しいから、一概になんかその良くないとは言えないんですけど、うん、そうなんです。ってことでちょっとエアコンつけますね。さすがに暑いわしね、この部屋。いいじゃん。今日あれだ、エアコン掃除したんだよね。うん、寝ながら聞いとくわ。もう寝たくなったタイミングで寝てくださいね。うん。ねえ、お風呂入ってきていい？いいよ、いってらっしゃい。うん。ね、ガチ恋、モフモフ、サバババ。うん、こんばんは。そうなんですよ。こっち右目が痛い。あれ？あ、あった。目薬入れる。ねえ、下物ごたえして大歓迎。よいしょ。それじゃ大暴走してるんでしょ。島の本質って本当あそこなんですよ。島の慣れが本質なんだけど、結構抑えてるの。ツイッターとかインスタは本当いい子ちゃんしてるんだけど、スレッズだけはもう爆発したかのようにすっげー楽しい。あれいつまで持つか分かんないけど今楽しい。またまた待ちおくし、こんばんは。でも残念なことにフォロワーさんが1000人超えてしまいましてうわ超えちゃったと思いながらね。うん、昨日超えてたっけ、今日超えたんだっけ、あれどっちだっけ。藤友かくんこんばんは。うん、今日も肌いい感じでしょ。そうなんです、すっぴんですけど、もうでも目がちっちゃい。今日なんか目が痛い、なんかここはなんか痛い。うん、前髪が刺さってんのかな。そう、マラサダってなんだっけ、なんかハワイのお菓子パン1100円以上。みつほがインライでまなちゃん大好きすぎ、マジ私も好き大好き。マラサダ売り切れてた。え、あれ売ってるタイミングで食べてください、マジで美味しい。あのね、セブンイレブンでお店であげたカレーパンっていうのが以前発売してて、それがちょっと話題になったじゃないですか。なんとマラサダっていうなんかプレーンのパンで、自分の好みでそのお砂糖もらえるから、お砂糖棒砂糖をもらってそれを入れて振るんですよっていう、なんか小学校の頃に食べたあの頃の揚げパンみたいな味がするんですね。それがめちゃくちゃ美味しくて、でなんか口の中でほわー油じわーみたいな、そうあれがすごく美味しいんです。ぜひ食べてください。今もカレーパンある。カレーパンはもうあの常磐というんですか、なんかもうずっと売るようになってるんですけど。ベビースターこんばんは。あんなぶっ飛んだ人いなくておもろい。シマナが嘘だ、シマナまともだよ。うん、食べたい。セブンしかない。懐かしい味、すごい美味しい。なんかその砂糖がなんかあの棒砂糖なんですよ、そのコーヒーとかに入れる。だから結構ジャリジャリしてて、なんか歯ごたえがあるというか、なんかそのなんだろう、こう溶けるというよりかは結構ザクザクいう感じがすごい。カロリーは 200?あの自分にリップしてるの、だからああいうのが好きなの。シーマナああいうのが本当はやりたいんだけど、ツイッター昔やってたんですよ、ああいうの。シーマナ自分のコメントに自分でリップしてなんか楽しんでたんですけど、できないじゃないですか、なんか人が多いからさ。定番定番だわなんかあの工場っていうじゃないですか、工場っていうじゃないですか、あの常設になってただから私。うん、チャックさんこんばんは。工場のカードってあるんですね、あのガチャでガチャとかに出てくるカード、あのちゃんと実装されているカードがあって、はい、うん、レッツ、なんかこの話一回したことあるな。うん、よいしょ。あき、こんばんは。ブリリ、あわあわありがとう。よしきもあわあわありがとう。ありがとうございます。レッツ、こんばんは。シマナ今日も尊いよ。締めがね、面白い。よしきありがとう、別で。
とうございます。のむけ猫こんばんは。こんな感じです。しかもリップだから早く言われたくないから、みんなにリップされたくないからそう、島中が一番が良かったの。うち遅かったけど、もう私より早い人いました。もうね、おかしいと思う。島根リバイってどういうことなの、意味が分からない。ツイートした本人、ツイート主ですよ私。ツイート主に、ツイート主が自分にリプするよりも早いリプってどういうこといやすごい褒めてる、めちゃくちゃ褒めてるよ。島根のことマジで好きなんだよなって。島根大将を授ける。うん、景色ありがとう。水鉄砲ありがとうございます。ファイマのクリームパン食べてない。ファイマにクリームパンの、島根今日ローソンに行きました。ローソンとセブン、ファイマ行ってないです。ローソンで朝カフェラテ飲んで、今日も頑張るぞって思って、で帰りにもう魅力的なあのシャカシャカに釣られて買っちゃった。うん、スレッズの TLC モノだらけなのですが、愛だね。君やパシフィコの横のデイリー山崎の揚げパン世界一美味しい。まあデイリー山崎だもん、だってもうパンですから美味しいよね。めっちゃ行ったわパシフィコの。可愛すぎるね。まあおやすみよしき。なべちゃんさとしこんばんは。島中可愛すぎて寝たらしいです。絶対嘘、眠かっただけでしょで Amazon プライムデーあれだよね、明日までだよね。何買う？シワのも買っちゃったけどもう買っちゃった、アマゾン。よいしょ、今カートに入れてるんですけど、プライムデー、プライムデー12日、明日までだね。で今カートに入れてるのは2リットルのお茶、アマゾンブランド2リットルのお茶9本と、アイリスオーヤマのお茶 500ml の24本と、あとキュキュットの洗剤が1380ml の超特大2本セットで1000円入れてます島田自分で買ったのはお尻がキュッてなるあのお尻がキュッてなる、あの補正下着じゃなくて、ももじりちじゃなくて、お尻がキュッてなるあのインナー今日セブンイレブンの日、それな7月11日、うん、とあとバシック週末バシックまで見せる、楽しんできてマミタスと、あと日傘、日傘買いました。さすがにもう無理だと思って、そうお尻がキュッてなるさ、なんかさ、すごいなんかさめっちゃ騙されてる人なんだけど、あの映像とかあってなんかこうポヨーンってしたお腹がね、これ上げたらキュッてなるんですよ。塩の最近あのズボン好きだからこれ欲しいと思って、なんかこのパンツをスッと履けるお尻になりたい。シワのお尻がそんなにないんですけど、元からなんて言うんだろう、キュッとでこう、シワのお尻魅力的みたいなお尻になりたいレイこんばんは。うん、あとクチュと、あと日傘、そうそう、それです。島のあそこ、うん、キックボクシングやるかお尻がなんかなんだろう、こうプリッとしてなくて、なんかそのスッとしちゃってるのよ、遺伝なんだけどさ、なんかちょっと魅力的なこうねプリッとしたお尻モモジレッチみたいになりたい。モモジレッチになるって決めてんの。ちょっと待ってね、コロコロするわうん、そんな感じかな。今のみんなは何買いました
みんながアマプラ会員だっていう前提に話が進んでるけど、つなじこんばんは、かずこんばんは。あと Kindle のね、あのなんだっけ、タブレットも安くなってていいなって思ったけど、シーマナ完全にブックライブに身を売った女だから、いやもう違うんだよなって。うん、最近一人暮らしの下着の名前が意味が分かんない。ファブリーズヘアアイロンはあの別で買う予定で、そう、あのヨドバシカメラで買う予定。買うとしたら悩んでるけど、水買った、いいね。まだ何も買ってない。よっこ、みんな水買ってる。うん、いくらめってるヒップアップのダンベルトレーニング、やっぱお尻大事だよね。うん、実家の猫の餌、香水とかヘアワックス、いいね。ヘアワックスいいな。うん、パソコンのメモリと Kindle の方いいね。 Amazon で一回も買ったことないです。 Amazon 便利だけど、物見極めないとドンキの方が安かったりもするし、まちまちですね。本買った、 Kindle、 アイス買った、いいね。レトルトカレー買った、最高じゃん。あとヘアオイルとか消耗品足した、いいね。でも消耗品もさ、あんま安いものだと元値が安いと逆に高かったりするんですよ。そうだからちょっと見極めですね、そこ。マツキヨンの方が安かったりする。うん、アマゾンで2000円になると送料無料だったから30円の消しゴムで調整したら、ゴールデンが下手つ送って申し訳ない、先にで送りますって言われて消しゴム。最高じゃん。うん、CM してるインナー買わない、買わないかな。白のコスいいね。うん、薬局のドリンクが一番安い。歌舞伎町のドンキ怖かった。え、歌舞伎町じゃない方にもう一個、あの南口の方にドンキもう一個あって、あっちいいですよ。うん、昨夜かコロコロコロしてる。あの痩せたい一心なの今。うん、じゃあお風呂とかでマッサージとかしちゃったりして、うん、消しゴム一つのために走る運転手がかわいそう、まとめてる。なんで消しゴムだけなのね。うん、ハセピーこんばんは、チンタンファイトン、ありがとうございます。夏だからね、足汗しないとブクブク太って。シガ、うん、ちゃんこんばんは、サンダル買おうと思って後回しね。え、あのね、欲しいものはねガンガン入れてった方がいいよ。多分ねまとめてくるから、あのその日中とかに頼めば多分結局集荷全部まとまるはずだから、あのプライムデーだからさ、多分今めちゃくちゃ注文入ってるから、まとめてちょっと遅れて届くと思うんで、ガンガン入れてった方がいいよ。うん、サンダル流行ってるんですか。まあ夏だからね。うん、自分げっそり、いや多分げっそりした方がいいんだろうなと思ってるよ。チーマナ無理だけど、もうダメ。うん、そろそろ夏だからすね毛剃らないと。私さ、すね毛剃ってる方がいいと思う。すね毛は剃ってる方がいいと思います。Amazon の先行セールでサカチ用のスマートウォッチ、あ、いいね。あの熱に耐えれるやつね。うん、今は爪切り1本からアマゾンで頼むか。うん、爪切り1本からアマゾンで頼むか。運転手は大変なのだ。ランチ今年はそうですね、厚底サンダルですね、西東京太郎。うん、え、3年越しにやっと教えてくれた。いや、剃った方がよくない？わかんない。シーマノはあれ、剃ってない人いたらすぐガムテープでベルイって入れたくなるから、剃った方がいいと思うよ。シーマナに痛い思いさせられるよ。うん、ジョナさん、タコタン、今ドライバーさんやばいね。別にでもそんな私急いじゃないから、そんな早くなくていいんだけど。でもなんかね、注文したら桃ジリッチみたいなやつ注文したら、あ、でもあれね、直接下着ではなく、あのあれなんですけどね、あのインナーなんですけど、注文したら配達が結構月末だった。もう二十何日、28だっけな、かな、だいぶ先。
足物のお尻が魅力的になるのは来月からですね。うん、イノシンにヒゲ脱毛したらちょっとめちゃくちゃ痛いらしいね。ヒゲの脱毛、ヒゲって濃いから痛いらしいですよ。足物にベリってされたい人いっぱいいる。うん、セミマル、こんばんは。うん、もてやまゆえこんばんは。あ、これで痩せたんじゃないかな、CM なも。甘い甘い。うん、やっぱ M、 CM な多分自分のことを結構なんだろう、 M 目だと思ってたんだけど、多分めちゃくちゃ S だと思う。これは言っとくわ。だってすぐガムテープでメリとかやりたくなっちゃうし、なんか結構ピュアだと思ってた自分のこと、何もわかんないって感じだと思ってたんだけど、違う、多分ちょっとあの笑顔で見ちゃうタイプ。うん、痛い上に13回買ってもけない、それはやだね。うん、ケンケザキケンケン、それいつ気づいたの、なんかこういう会話してて。うん、初見からですって分かってました。マジで仕様の分かんなかったな。うん、リパパ涼しい、ありがとう。きょうさん、仕様のさん、シーパパベリ、え、まあ近しいことは結構するけど、リパパかわいい、ありがとう。きょうさん電車で爆睡してたんです、仕様の。もう乗った瞬間から爆睡かもしてて、もうすごかったの、もう本当にもう地蔵のように寝てたんです、こうやって自分の最寄り着いた瞬間、もう前髪こんなんで、なんかさ、その風に煽られて、そのクーラーの風に煽られて、かもう前髪こんなんになってて、汗かいたからこんなんなって、こんなんでこんなんで前にゆっくり地獄。すれ違った人かわいさすぎ。うん、かゆい。アトムと私生年月日一緒だから、ねえは違う、生が一緒だから、違う、月日が一緒だ。ん、月日、月日が一緒。うん、ペパパお疲れせ、かくばくペーパー、ありがとう。シマナさんのおでこめっちゃ広いの見て、すごくない、顔ぐらい大きさあるの。生まれつき。うん、ベイヒーこんばんは、グー、うん、こんばんは。そう、弟子もなさ、こういうさ、おでこ、こういう感じでさ、おでこめっちゃきれい、これスピなんですけど、おでここういう感じで、こういうね、こういう、こう、編み込みみたいな、やったら妹に大不評。まーちゃん、前髪あるのがいい。ですよね。かいさん、やっほん。うん、よいしょ、髪サラサラ、やだ、もう1000人いたから無理。うん、1000人いたんで写真はちょっと撮れないですけど、眠たい。仕事のさ、今可愛いものが目に入ってて、よいしょ、徐々に移動していく。スライドしていっちゃった。大ちゃんこんばんは。一服こんばんは。またみっちゃんの、みっちゃん騙されないんだよね、全くね、可愛くない、めんだこ。なんだか可愛くない？なんか妹がね、真夏のシンデレラめっちゃ面白いから見てみたいな言ってきて、さっき見せられてたんですよ。で、江ノ水出てきて、で、あ、西田兄弟ありがとう、ムクムク、ありがとうございます。うん、あの、いやいや可愛い、ありがとう。で、江ノ水出てきて、下村年パス持ってたんですね。で、
まーちゃん絵の水だよってから、あ、私年パス持ってた、ここあれだ、面だこ持ってこうやってやりながら見て、面だこ持って写真撮ったの、年パスの高校生の時なんだけど、撮ったわ。そしたら大爆笑された気を。まーちゃん何やってんの、確かに私も何やってんのだけど、なんか人形いっぱいあって選んでくださいって言われて、でもう緊張してるから、もうそのそこにあった面だこ、こじゃ撮って、うん、平成感。え、でもなんかさ、なんだろう、すごいなんか私すごい嬉しかった、ああいうの、あー帰ってきたみたいな、なんかもう私のなんか青春って感じ、ああいう感じのストーリー、見ないけど、見ないけどすごい良かった。うん、平成のレッドショー愛していいね、交換嘘日記見てきて面白かった。あ、マジでラブコメだね、もうラブコメなんだし、何年見てないんだろう、最後に見たラブコメなんだろう、うーん、見てないな、ラブコメ。すぐなんかあのアニメ系見ちゃうから。タニー777、好きな人がいるの見てた。え、てかさ、あれ一緒だよね、ロケ地の家、多分家一緒じゃない、うん、青春。ジェームズラン、こんばんは。ギャルのめんどく見たことある、あんま好きじゃない、うん、やっぱキャラが好き、うん、そうなんですよ。てか森七菜さんと、なんとなくね、なんとなくあの水瀬いのりさんめっちゃ顔似てるなって、なんか個人的に思っちゃった。妹がめっちゃ好きで、森七菜ちゃんもっと可愛いって言って、で妹めっちゃ水瀬いのりさん好きなの、だから顔似てないそういうのがタイプなんかと思いながら。さとぴこんばんは。リアルめんどく可愛くない全然。桜田ひよりちゃんマジ美少女。え、マジでさ、めちゃくちゃプライベート見たことある。ラッサイの握手会の大阪行くときに、桜田ひよりさんめっちゃ前、4年くらい前だけどいて、あ、めっちゃ美人と思って見たら、あ、桜田ひよりさんやと思って。同じ新幹線乗ってたのかな、なんか、うん、見たことある。そのジレとかの手を見てる映画、恋愛映画は嫌いな男でも、そうなんだ、面白かった。うん、平凡的な意味で似てる、ない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 、似てない似てない、あんな美人じゃない。キュンキュン、 N 教師、大ちゃん、洋楽バカ王子、ヤッスン、クリス松村さん、すごっ、カパエル、こんばんは。意外といるよね芸能人の方。マスクしてた、コロナ前です、コロナ前だったんですけど、マスクしてました、確か。うん、長崎県民、カバエ、こんばんは。マサリン、無音、こんばんは。てかさ、なんかその関西の握手会の帰りとかのさ、新幹線の新大阪駅にあのスタバあるじゃないですか。でさ、スタバなんてどこでもあるんだけどさ、なんかその新幹線で乗る飲むスタバってなんかまたさ、なんか違う、一味違うというか。でさ、ちょうどなんか47都道府県フラペチーノみたいなやってる時期だって。でなんかそのね、ご当地のフラペチーノ飲むみたいな、なんかさ、こう一味違うじゃないですか、あれ。なんかああいうのすごい楽しかった。なんか旅行だけど、旅行だけど普段と違うんだよね、やっぱスタバはスタバでも。うん、私は先生が乗り込むと忙しさ、なぜか逃げてしまう。違うんだ、ごめんなさいって。ノブロもちもちきなこで、70歳ぐらいの綺麗なおばあさん、どこに行ってもおじいさんモテるっていうフランスっぽい。楽しそう。喧嘩人ライト、こんばんは。孫悟空、健一、タカ、マサリン、ケイト、こんばんは。うん、ともちゃん、スターワックスだね。うん、川崎のスタバ行ったことある？え、あると思う。あれ結局東京しか飲めなかった。新物はね、金沢飲みました。金沢と、金沢だけ。金沢しか飲んでない私。大阪チャレンジ失敗して私は。飲めなかったの。うん。ともちゃん、ジョタロバラちゃんありがとう。ありがとうございます。シュン、セブンデイズ、デルビルド、ポリリ、ひらかっちゃん、こんばんは。金沢はあのほうじ茶でした。ほうじ茶フラペチーノだけちょっと濃いめ、ちょっと苦み渋みがある感じ。
愛知は愛知飲んでないかな。なんだっけ愛知。すぐゆずしとらしてたのじゃねえ私ほんとよくない。そう今さギフトなんかギフトとか誕生日とかでもらうじゃん。だ4月誕生日だから4ヶ月なんです大体期限が3ヶ月4ヶ月だから8月で期限切れちゃうんですね大体スタバのギフトチケットの。8月まで飲まなきゃいけないんだけどスタバ700円チケットがあって700ってすごい使いにくくてなんか損しちゃうんですよ700って。どうしても私が飲む飲み物だとゆずしとラスティをグランデベンティベンティ頼んでも700円いかないんですよ。だから損しちゃうからなんとなくねちょっとこう限定フラペチーノでいいの出たら飲もうかなって毎回思って結局ゆずしとラスティのグランデになっちまう。そうこの間目黒くんないのすごいよね。で中にすごいせやと思う。あんこコーヒーあ美味しそう。ワンタあ潜水してるパンダちゃんありがとう。今日顔結構土に近いですね。ありがとうございます。洋楽ばっかおじ涼しいありがとうありがとうございます。定位置くだけあれ頼もうこれ頼もうって思うけど結局こってり頼むみたいな。ああそうぬしこんばんは。そういうこと。うん「スラムダンク」は時間帯別上映どういうことだ。なんだそれは時間帯別。松屋こんばんは。てかロングランすぎないスラムダンクやばくない。うん「トピックチェンジベリーファースト」あー話題の変わるのが早すぎる。ごめん置き去り。日本は記録的猛暑だよ。まこっちこんばんは。めっちゃ暑いですね本当に暑すぎる。どれぐらい暑いかっていうとサウナぐらい。体感割とそうなんだよね私。うんお食事会も島だけ行こうと思うけど当日券で。あ、牛。ゆうすけさん一度何で逮捕されたんだろう。欲しいなって何年か前。こんばんは。なんだ。リスクだね捕まるって。お題の回答変ね。質問の能力高い。今日職場39度。明日から。スタバで桃のフラペチーノ販売。あ、桃かアレルギーだ。うん毎日もはできつい。タイムリメイクしてほしいアニメありますか。リメイク特にリメイクってなんかやり直すみたいなこと。ファーストガンダムちょっと最新の技術で見たいです。とつきにくくて見てるんですけど。うんオーラも桃アレルギー喉かゆくなる。てか最近なんか桃アレルギーってバラ科なんですよ。だからリンゴとかリンゴアーモンド梨いちごまあその辺もろもろがねうん全部アレルギーになるんです桃がダメだと。羽鳥さんこんばんは。っていうのでトマトもダメなので最近トマトをすっごい好きだったね。トマト幼少期からずっと食べてトマト大好きだった。マジで苦手になっちゃってだからか命の危険を感じるってことはこう命の危険なわけじゃないですかアレルギー反応が出てるっていうのは。なんかやっぱ精神的にも結構拒絶し始めてきててだからリンゴも全然好きじゃなくなったしイチゴ味も全然好きじゃなくなったの。なんかだから逆にも嫌いになっていくってのはちょうどいいんだけどでもトマトもめっちゃ嫌いになっちゃって命の危険感じてるからでもうダメだと思ってでトマトでもさトマト食べれないっていうのもさなんか子供みたいじゃんなんか好き嫌いで若干のアレルギーだけどでも好き嫌いで食べれないっていうのはちょっとわがままかなって思って頑張って食べたんだけどもうさぞダメだった。もう舌が大拒絶。私あんな拒絶したのすっごい初めてみたいな拒絶の仕方してもううんって感じになって結構しんどかった。
うん、ピザ、え、なんだろう、火が通ってたらまだ食べれるんですけど、生トマトが結構ダメ、生系だとダメ。だからいちごとかもジャムとかはまだいけるんですよ。ただ今いけるだけで、多分だんだん悪化してきたら多分いけなくなる。あのね、バラ科の食べ物のアレルギーって成人になってから来るんだって。みんな気をつけてください、急に来ますよ。あのいちご、りんご、梨、桃、アーモンド、めちゃくちゃ多いの。トマト、なんかいろいろもろもろ全部。ケチャップとか加工されてるのはいけるんだけど、今はただいけなくなってくると思うの、こっから先。そう、ヨーキエーカーさん、こんばんは。うん、なので、あの皆さん気をつけてください、今から来ますよ、大人になってから。あ、桜もも食べれないの。そうなの。桃のコンポートはいけます、多分。でも桃自体元からそんな好きではないので、そう、なんかあえて食べるってことは前からなかったんだけど、なんかその出てくるとか季節のなんかケーキとかだったら食べたんだけど、うん、そう、リリリとこんばんは、うん、太陽の音求めてラーメン食べたことないんです。あれ一回流行ってて気になってたんだけど、なんか行く機会なくて、うん、そう、アレルギー系大変。うん、ハンバーガーはトマト入ってるとね、私はもうダメなんですよね、あれ。うん、洋楽赤ちゃん調子いい、ありがとう。さくらーずこんばんは。予約箱にもう一個ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。うん、最近パイナップル。パイナップル結構来る人多いかもね。気をつけて。うん、食べ過ぎると本当嫌いになってきて、そのアレルギーなのにもかかわらず好きだからで食べてると嫌いになってきて、だんだんそのパイン味のラムネとかもだんだん食べれなくなってくると思う。なんか離れていくんだよね、だんだん。うん、うん、カップヌードルチリトマトいけない、食べたことない、汗アレルギー。みっちゃん今週桃買ってきた。甲殻類アレルギーの人多いよね。そばアレルギーが結構やばいって聞くね。カップヌードル美味しい、お腹がなっちゃった。生エビちょっとやばかったけど大丈夫だ。そんなことある？そのアレルギーって結構食べれないものあるけど多いです、めちゃくちゃ多いけど、でもなんかそのなんだろう、まだいけるの、喉が痒くなる程度だから、喉痒くて顔にちょっとじんましんぐらい、あとおでこめっちゃ痒くなんだけどぐらいだから、まあまだなんとなく食べれるから、結構なんだろう、言えない状況とか、なんかあのちゃん、じゃあいちご多くあげるよみたいな、いちご一つ多めにあげるよとか言われたら食べざる得ないので食べます、食べれます、まだ。うん、ふうのむこんばんは。けんとさん、みひなさんこんばんは。おたらスタイルの白石ものです。こちらのハタマークピンクにしてってください。わかんないけど、バラカは遺伝かはどうかわかんないけど、遺伝でいないですって、も親族に。で、あげくん本当二十歳になってから来るアレルギーなんで、皆さん自分アレルギーじゃないと思ってるあなたたち、皆さんいつかなるかもしれないので気をつけてください。食べれるものは今食べてください。島の花粉症出やすい人は結構出やすいかもね、アレルギー。ウニ食べると、そうなんだ。まあウニってでも食べれても食べれなくても大してあれだから、いいよウニ食べるのやめよう、うん、すごい適当になってるけど適当じゃないよちゃんと、うん、ウニはいい食べなくて、ウニあげるって言ったら喜ばれるから。うん、24歳の誕生日、なんかキルベボンのあの1ホール1万円以上するね、いちごのケーキを私24歳の誕生日、去年誕生日出していただいたんですけど、仕事場ですっごい高い、多分史上最高に高かったと思う私のケーキが。で、ワンホールじゃ足りなくて、そのスタッフさんの分とかもなんか実際本当はもうちょっとあったんですよ裏に、っていうすっごい高いめちゃくちゃ高級いちごが乗りまくったあのケーキが、シマナ好きだと思うみたいな感じで出してもらったんだけど、食べれなくてありがとうございますって言いながら、上のいちごをこう横の人にこうやって全部置いて下の生地食べた。美味しかった、めちゃくちゃ。うん、生地めっちゃ最高に美味しかったです。キルヘボンさすがって感じだった。うん、実はあのいちごは食べれなかったんだけどそうで、なんか私言ってたんですよ、アレルギーなんか食べれないって話をしてたんだけど、なんか話が通ってなかったっぽくて、なんかすごい大人たちが怒ってんのめっちゃ見る。
なんで言わなかったんだよみたいな結構ごめんなさいなんかすいませんみたいなこう言ってるの、いやだごめんなさい私がアレルギーの方が悪いんですと思いながら、うん、そう一応言ってはいたんだけどね。陽介さんほらありがとうございます。うん、確かに新物のいちごって顔多分してると思う。それはねちょっと自覚ある。いちご好きそうでしょ、だっていちご好きだったもん。うん、うん、洋楽バカおじ2個涼しい、ありがとうありがとうございます。スランプくんこんばんは。館林リルルナオット、うんこんばんは。そう、あいちご狩りしてたわ。でいちご好きそうなんで、わだ分かる、シーマの自分でも分かる、いちご好きそう。あいちご大好きですって言って食べてそうじゃない、分かる。うん食べれないです実は。でも今回あのスタイルキューブっていう事務所に私所属してるんですけど、で所属するときに一番初めにあのアレルギーがあって言っても一番初めに言わせてもらいました。それはあのもう前回の記憶を生かして、あの何そのお菓子とかいただいても、あごめんなさい大丈夫ですって言えるような環境を自分で作らなきゃと思ってっていうので一応ちゃんと言ってます。ゆるキャラアルコールさんこんばんは。やつふささんこんばんは。マネージャーさんにも一番初めに伝えさせてもらいました。したらすごいなんかマネージャーさんも真摯に、あそれはちゃんとなんか聞かないといけないねみたいな感じで全部聞いてくださってよかったです。大人になってるし今の、うん、ポジカルマジさんこんばんは。なえちゃんこんばんは。しまちょっとお茶飲むわ。お茶ちゃん喋りまくって喉乾燥してくる。ああスイカも大好き。最近はだから私あの果汁 1% とかなんかなんだろう、むしろなんかそのいいのかみたいな、なんかその果汁 100% のオレンジジュースよりかは私は果汁 1% の方が好き。もう合成着色料とか大好きだからもうそっちのアレルギーまだなってないんで。これバタービールのやつ、バタービールハリポターのやつ、うん、そうなの、うん、なっちゃん大好き。杏仁豆腐食べたけど食べたことない。てかガゼンタミカン今年食べてない。うん、てかなんか私ね、じゃごめん全然話変わるんだけど、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのバタービールと、あと豊島園があったあのハリー・ポッターの今できた場所あるじゃないですか、ハリー・ポッターミュージアムみたいな、ちょっと名前忘れちゃった、あそこのバタービールどっちも飲んだんですけど、私あれだったんですよ、あのユニバのあのバタービールめちゃくちゃ苦手だったので、なんか本当にビールにこうバターが混ざってる感じ、もう本当バタービールそのままだったんですよ。ゆうくんこんばんは。ここにはしものを食べると顔が赤くなるアレルギーをもう心臓の鼓動、そして笑顔どういうこと、小刻み愛の言葉かな。うん、そうなんかすごい苦手だったんですけど、スタジオツアー、そうスタジオツアーのバタービールはめちゃくちゃ美味しくて、新物全部飲み切れたの、びっくりした、こんなに味違うんだと思って、すっごい美味しかったんで、もしユニバであのバタービール断念した方もぜひスタジオツアーの方で飲んでみたら、すっごい PR してるみたいだけどこれ完全にプライベートなんですけど、あの美味しいですよ、ぜひぜひ。ズーミンまあまあ、てか写真あげなきゃって思ったけど、ほんと今バタバタしててごめんね、全然写真の整理ついてなくて、ちょっと頑張るわ、今週中に1枚あげられるように頑張ります。もうスレッズ更新してる日もあれば写真やれよって感じなんだけど、ちょっと本当に電波とかも必要ではないですか、はい、なんでちょっとしばしお待ちください。はい、美味しい、うん、バタービールめっちゃ美味しかった、泡がうまい、そうこれ美味しかった。それもなんか外にすごい蛇口があって洗える場所もあって、袋もいただけるんですよ、あのハリー・ポッターのスタジオツアーはね。でユニバはあの
あれですよ、あのジョッキについてるやつとついてないやつがあるんだけど、ジョッキついてるやつと飲んだらもうそのまま渡されて、そのまま持ってかなきゃいけないの。洗う場所もなんかトイレ行かなきゃいけなくて、そうで、あの袋もなくてって状態だから、なんか本当にユニバで買う場合は、あ、ユニバのジョッキを持ってるんですけど、私どっちも持ってるんですけど、ユニバで買う場合はあの袋を持ってった方がいいね。値段違った、これが1100円です。飲み物セットで1100円だから、逆に飲み物だけ飲みたくてもコップがついてきちゃうんですけど、あのユニバは飲み物だったら800円とか確かで、ジョッキ付けと1800円だった気がする。うん、ちょっと高い。てか大きい、一回りぐらい大きい、これの。もう一回りはないかな、でもちょっと大きいです。うん、それってフォロワー増えても投稿減、いやさすがに減ると思うよ。あんな破天荒な投稿だんだんしなくなっていくとは思う。うん、でも美味しかったです。スタジオツアーもう一回行きたい。うん、なーてなーて、スタジオツアーってどんなことするとこなん？スタジオツアーは本当になんかそのなんだろう、ハリーポッターのこう、だから裏側を知りたくない人は見ないでくださいっていう、もう初めに言っちゃってるんだけど、そのどこをどういう風にこう作ったかみたいな、ちょっと裏側が込みのもう本当にスタジオセットを見るみたいな感じ。うん、そうブラビアカじゃなくなるだからそのなんだろう、すごいちょっとセットの部分もあれば、ちょっとそのほうき乗りのその CG 体験ができたりとか、あとなんかそのクリッチの試合の体験ができる場所とか、なんかそのなんだろう、なんかその映画の作る、その作る映画のスタジオに行くって感じ。本当にもうそのままスタジオツアーって感じ。なんかユニバはハリーポッターという世界に入り込む、マグルの世界からそこを開けて森をくぐったら、もうそこはあのホグズミートですか、ホグズミートじゃないのあれ、あのまあちょっとハリーポッターの世界に入る、でそのアトラクションがあったりなんだけど、なんかもっとリアルに近いかな。うん、そう、遊園地ではないです。本当にもうハリーポッター好きじゃないといけない、これあの全部見てないとちょっとわからないみたいな、そう感じが近い。そのユニバだともうほんと知らなくても楽しい、フォトスポットがあって杖があって、ではちょっと魔法を使ってみたいな感じだけど、そうちょっと怖かな。そう広さ的にはめ豊島園が元からめちゃくちゃでかかったらしいんで、すごく広いんですけど、私はあのバタービールとかのカフェが中間地点にあるんですけど、そこに行くまでに4時間かかったんで、で4時間かかってそっから割とバサバサとカットしていって7時間だったよ最後。けど多分本当に楽しんだら8時間以上10時間ぐらい必要なんじゃないかなって思います。うん、スノースノーさんこんばんは。うん、豊島園ってどの辺にあったんだっけ、池袋よりももっと先、今ってまだ、いやなんかそのチケットが結構プレミアらしくて全然取れないから、だからその時間区切りもされてるんで全然混んでないし、めちゃくちゃスラスラ行けちゃうし最高なんだけど、チケットが取れないかな。うん、混んでるというよりかは、うん、なんか2代目ケー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 、こんばんは。広いからです、全然混んでないです、もうサラサラ行けちゃいます。なんだけどやることが多すぎるし、見る場所も多すぎるし、私なんかこうちょいちょいね、なんかスタジオツアーのスタッフさんってもう本当にファンの人集めてるらしいんです。ちょっとわかんないんですけど多分そうなの、集めてて、でそんでここのシーンは実はこういう裏話があるんですよって、こうなんて言うんだろう、スタッフさんがこう立ち入り禁止の場所に入らないように見ながらも裏話をこそこそ教えてくれて、それを私たちは聞いて、そんなことがあったんだって、もうファンたちは大感激の場って感じですね。うん、そう、まさるチャリンお金ありがとうございます。だから本当に好きな人は絶対行くべきだし、知らない人はちょっと面白くないかもねって感じかな。うん、まあでもフォトスポットとか映える場所もあるから、そういう意味ではすごい面白いけど、ただ
このシーンここど何々でこうだよねって語られてもちょっとわからないかもしれないね。うん、そう、スタッフさんがつきっきりみたいな感じですか。スタッフさんが結構多くいらっしゃってて、でなんかその教えてくれるって感じ。うん、オープンから最後に行った方がいいみたいだけど、私前あの日じゃ結構間に合わなくて12時までの、 あの入場時間に入った方がいいと思う。コスプレしていくと楽しいし、てかなんか今のこの時期って今できたばっかりだから、あのスタジオツアーがなんか本当にハリー・ポッター好きな人しか今いないんですよ、今のこのお客さんがね。ってなるともうグローブ着てない人のが少ないみたいな。めちゃくちゃ本気の人しかいないから、だからもう面白い、見てて。私もグローブ着てたけど、なんかあのいや着てない人も全然いますけど、なんかその人たちは頭になんかつけてたりするんですけど、その何ハリー・ポッターのね頭につけてたりするんですけど、あのみんなハリー・ポッターに出演されてる方みたいな感じ。うん、みゆぬさん、しゅけんさん、こんばんは。またのスタイルのしばしばのし、こちらのハートマークピンクにしてやってください。うん、東京ドーム2個分の広さだって。そんなに広かったんだ、そこすごー。うん、ドレスコードみたい。そうそうそう、ハリボタ立ちまでしか分かんない人は行かない方が、別に行かない方がいいとかはないんだけど、見てる方が面白いよって感じかな。うん、100メートルランナー、美味しい食べ物、ちょっと時間がなさすぎて、いかんせんほんと何もちゃんと食べれてない。実はバタービールと、あと入場する前の時間で食べれたドーナツしか食べれてないんですけど、でも多分普通に美味しいもの多いと思います。100メートルランナー何回も言ってるかも。こんばんは、アッキー、こんばんは。まず足の秘宝見なきゃ、数年ずっと言ってる。そうねー、死の表はちょっと見るのしんどいもんね。ぜひぜひ見てほしいなと思うけど、ちょっと強要はできないかな私は。うん、ハリーポッターちゃんと見たけど身につけるグッズ一つもないから、それはあの入り口で買いますよ、入場する前に。大丈夫で安心してください。賢者の石、賢者の石、賢者の石好きなら、好きだったら多分好きなんじゃない、あの世界観。うん、私はめちゃくちゃハリー・ポッター好きなんで、小説全巻持っててプラスあの文庫本も持ってるんでめちゃくちゃ好きで、今あれしようとしてる、ブックライブでもう一個買おうとしてる電子書籍。やばすぎ。うん、でも本当に面白いので、入る前にショップがあります。ショップあって、食べる場所もあって、ご飯屋さんもあって、で、あの、で入場時間になんか入り口が1個あって、そこの入り口に入るのにはまずその日のチケットが必要で、そこ入って、で時間で入場する入り口があるんだけど、そこの手前までは行けちゃうんで、ちょっと早めに行って、あのグローブとか、あと髪飾りとかね、ネクタイとか、あと杖ですね、買っていただいて。また行きたいっていうか、行かなきゃいけない。これはなんかその行きたい行きたくないじゃないの、行かなきゃいけないの私は。うん、回れてないから、あのダドリンケに入れなかったの、時間なさすぎてカットせざるを得なくて、もう間に合わないってなって、ダドリンケ入ってないんで、その辺とかもちょっと見に行きたいなって思っております。うん、島の杖持ってなくて、杖次行った時絶対買おうと思って、なんかそのなんだっけ、あのキャラものだけじゃなくて、なんか限定版とかもあるらしいので、私ハッフルパフなんで、ハッフルパフのやつを、うん、フルセット装備しているとスタッフさんの対応が変わったりしない。だってみんなフルセットなんだもん、周りが。逆にフルセットじゃない人の方がなんかこうレアというか、そう、あのそういう人の方が逆に優遇されるような世界、もう清掃なのよ。うん、シーモの買ったグッズどっかに、シーモのねタオルしか買ってないんだよね。シーモのね、あの百名ビーンズのタオルしか買ってない。ちょっと時間なくて、とりあえずそれ買って、あとあのあれです、私あのスリッパ入れのケース買った袋。うん、
モンチグッズは安めって言われてますね。異常に安いって言われてる。ジブリパーク、私タオル買うの好きじゃないですか。タオルめっちゃ好きじゃないですか。ジブリパークで買ったタオルが1000円ぐらいだったんだけど、ハリー・ポッターのうちは700円だったんで、ちょっと安いかなって思った。え、可愛かったの。100ビビエンズが。モンチこんばんは。うん、原作大好き。うん、みっちゃんもハリー・ポッター好き。うん、塩のタオル大事。いやもうね、見せきれないよ、めちゃくちゃ多くて。だって私よいしょ、タオルのために引き出し1個あるもん。あ、こんなタオルあるよ、ちなみに。かわいい。これ大事すぎてあんま使えないんだよね、私このタオル。玉読みタオル、かわいい。懐かしい。うん、ドラミチュン、こんばんは。入場料もそこまで高くないね。ディズニーが1万円する。1万円高いよね。てかもう新物ちょっと今ディズニー行けない。あ、暑すぎてちょっとディズニー行けないんですけど。でももうジェラトーニが好きすぎて最近。めっちゃ可愛い。見て可愛い。なんか新しいお洋服発売したら行く。ジェラトーニが。うん。ヘラに泡ありがとう。ありがとうございます。だるまさんもありがとう。あ、ちょっとごめんね、みんな、ちょっと終わりにします配信。なぜかというならば、あのプライムデーなんで、あの家族会議開くんで、12時半に家族会議って言ってても1分しかないですけど、12時半にちょっと白石家何を買うか総決算するんで、はい。あの終わりにしたいと思います。みんな来てくれてありがとう。ランキング読みます。うん、新しい服早く出てほしい。着せ替えてあげたいんだ。可愛すぎる。最近もうツイッターのサジェスト、シエマナの検索欄、ジェラトーニ可愛い。めちゃくちゃ可愛い。うん、今から家族会、え、何を買うか総決算するんですよ。洗剤とかさ全部買わなきゃいけないから。うん、ケンジのさ、なんか家の消耗品何がないかとか話し合うんです今から。うん、そうってことでランキング見ます。13位ミパーパーありがとう、ありがとうございます。12位が洋楽バカ王子ありがとう、ありがとうございます。11位がドラドラキマちゃん大好きね、ジェラトーニになりたいぜひ。そして10位が藤田もアラーム出るぐらい毎日やばいから気をつけて、溶けたら消えたらダメだよ、分かった、ありがとう。9位がペラニー白石初期ありがとう。8位がニンチャリバンバンなさっちゃんもありがとう、ありがとうございます。7位がレフバンありがとう、ありがとうございます。5位がミヤルンありがとう。そして5位がイアン好き好き大好き、まだドーナツあげてるのに基本カロリー出てきて、いやいや真ん中にカロリーが集まりそうで真ん中は残った、マイナスカロリーになってさらに安心だそうで。すごい情報ありがとう、教えてくれて。今日はもうジャートーニーのかわいさでね、ちょっと本当に極限にも目ちっちゃいからもう気にしないで。4位がりんたろー、響きも見始めて、イエーイ、ペチ、かわいい、ここにミッキーいるの。あの響きユーフォニウムは最後の怒涛がめちゃくちゃ追い上げ面白い。7話ぐらいからめちゃくちゃもうズンチク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 いくんで、ぜひ。うん、そしてじゃん、3位が西東京太郎、電車に座ると秒で寝れるのはいいんだけど、お口してね、すごくバイブレーダーアダムがかかってあれいいよ、あのアップルウォッチ。スマートウォッチとかいいよ、振動するから。ありがとうございます。ザク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 で、じゃーん、2位がポリリ、こんなに島のことが大好き、毎日毎日ストーカー扱いするな、なぜ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 さ、めちゃくちゃ今物議を醸してない、島中さ、多分ちょっと時代の女かもしれん。なぜなぜって何とか言い出したらさ、今すごい物議を醸しててめっちゃ面白い。だからジキ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 ンって、デレレレレレって。1位がエビワンタン、暑い日々が続けば気をつけようね、シモナちゃんの健康と笑顔をいつも祈ってます、いつもありがとう、ありがとうございます。ツンツンツン、ズシキュー、バチ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 、
ありがとうございます。で皆さん来てくれてありがとうございました。では終わりにしたいと思います。なんか言おうとしたんだけど忘れちゃった。何言おうとしたんだっけ。まあいっか終わりにしたいと思います。ではさようなら。中村レンボ、ありがとう、ありがとうございます。バイバーイ、おやすみ。あ、ミヤルお疲れ、せこくばくペリペリ、よいよ、ありがとう、ありがとうございます。バイバーイ、おやすみ。